山ちゃんによ自分を重ねちゃうとこあんだよな。いやそんなことはないと思うよ。全然違うんだから若ちゃんと俺は。俺も証券会社でこれでもバリバリやってたんだよ。そんな片鱗全く見えないからね。できたのそんな仕事。やってたんだけどやっぱり責任を背負って覚悟しねえと次のゾーンに行けねえとこはあんだよな、うん、成功者のトーク始めたぞ。俺なんかあんなタイプの人間が警備は何やってたの。そうそうそう、やめろ。まだ山ちゃんと話してんだよ。安嶋、総合エースの安嶋さん遅かったよ。やめろ。 I'll be back。 戻ってくるっつってんの。おい